ステラリアメディア小コベは、ナデシコこハコベ族の越年層。単にコベとも呼ばれている。なお、和名に関しては、ステライミディアビルと S、ネグゼクタ・ウィーの2種に対応する和名について、コベと緑コベとするものと小コベと緑コベとするものがあり、分類学以外では和名のみ表示する場合も多いため、問題が指摘されている。北、アメリカやヨーロッパでは、 庭草として一般的な植物である。旧大陸の原産で世界中に気化植物として定着している。日本では自然気化植物として扱われていて、畑や道端、空き地など人里の至るところに生えている。前層小型の草本で相体は柔らかく、高さ約10から30センチメートルになる。茎は基部からよく分子して広がり、 冬の間も地面に緑色の葉を広げている。茎の中に一筋の板場感があり、表面の片側に柔らかい一畳の亀裂がある。葉は耐性し、下部の葉には傭兵があり、上部の葉には傭兵がつかない。牡蠣は春から秋で枝先に集散果樹を出して小さな花を次々と咲かせ、白色の花びらを5枚つける。 花の小道は6から7ミリメートル。各花弁は、基部近くまで深く二列して、十枚のように見える。おしべは1から7本、果汁は3個。学編は、専門が生えて目立つ。花が終わると、花柄が下を向いて、卵形の果てを結び、熟すと花柄が再び上を向いた後、六列して、種子を散布する。種子には尖った突起がある。民間療法において、 薬草として扱われることもあり、17世紀には本種が海鮮の治療に効果的であるとされていたほか、気管支援やリウマチ、関節炎にも効果があるという意見もある。ただしこれらの主張は必ずしも科学的な根拠に基づいたものではない。日本で春の七草の一つとして市販されている七草は一般に小箱部である。小箱部が日本に入ってきたのは 明治時代と言われていて、2000年に古箱辺は、気化植物であるとする研究者の見解が地方紙に出され、生産農家に混乱が広がったが、江戸時代以前に生育していた可能性も指摘されている。なお、春の七草は、緑箱ベとする文献もある。課金として飼われている、鶏の餌となることもある。ただし二十歳では、 他の穀物の成長を妨げる雑草として扱われ、大麦の生産量を最大80%減少させることもあるとされる。おひたしなど食用にすることができる。小鳥に食べさせる、野菜がありとしても重宝する。初夏に前草を天日干しにしたものは、箱べらという木薬で生草を使う場合もある。民間では千時手ついた治療10から2 0ムを、 水 200cc で煎じて、3回分布して用いられる。母乳の出を良くしたり、利尿作用、浄血作用があるとされるが、民間薬的なもので漢方ではまず使わない。前奏の乾燥品を粉末にして3分の1量の食塩と混ぜたものを運べしようと言い,い、昔から歯磨きに用いられてきた。なお、江戸時代には生育していた可能性があり。 新規化植物からは外すべきとの見解がある。ABCD ミューラレイ1。小箱部と緑箱部の比較生態学的研究。京都大学。2019年9月23日閲覧。ネルティア、ブランション。ワイルドフラワーズワースノーイング。プロジェクト、グーテンベルグリテラリー。アーカイブファンデーションハット ABCD 近田文広。監修、亀田隆吉。 有沢茂雄著 2010p184abcdefghi 菱山中三郎 2014p46abcdefghi j ババアツシ 1996p92 ハワードマイケルトラディショナルフォークレメディーズエーコンプリヘンシブハーバルロンドンセンチュリー p119ISBN0712617310 手柄山温室植物園。30、緑箱部。2019年9月23日閲覧。NPO 法人自然観察大学、子供と一緒に見つける草花散歩図鑑、長岡書店。2019年、21ページ。A. デイビス、K. レナー、C. スプレーグ、L. ダイヤー、D. マッチ、インタグレイテッド・ウィード・マネージメント、MS。ありがとうございます。